も、レイチェルです。お久しぶりでございます。天下一武道会やっておりますが、正直あんまりいっぱいできてません。まだ4回5回6回なんかそのぐらいしかやってないです。しかも一発目でね、決勝戦で負けてますし、そんなこともあるんですね。なので今日は天下一武道会でお送りできることはございません。今日はペペッと苦労したブロリーさんを独眼覚醒させてしまおうと思います。苦労したよね、本当に大変だったよ。でもね、なんかあの戦い方で慣れてしまったせいで、天下一武道会の戦い方がなんかよくわかんなくなっちゃってる。さあ、このブロリーさん、ブロリーさんね、本当はね10人集めてね、必殺技レベルもいっぱいあげたかったんだけど、メダル集めの方のブロリー戦に熱中しすぎて間に合わなかったんです。そうなんですよね。まあ10人集めてもメダルもらえなかったらまあ意味ないことなんで、まあ別にいいんですけど、結局2人しか集められずにレベルは2で止まってしまいました、残念ながら私のブロリーさんは最強にはなれません。まあでも独眼覚醒はできますので、なっておきましょう。はい、 SSR のブロリーさん、いつものように失敗がないよう、私ちゃんとレベルもマックスに上げておりますし、お金も足りることを確認しております。また初歩的なミス、いつもみたいに格好の悪いことにはなりません。そうです、この集めた3つのメダル、大事なメダルですよ。てってかてってか、独眼覚醒させてしまいましょう。はい、独眼覚醒行いますか。覚醒後は別のキャラクターに変更され、レベルも初期に戻ります。知ってます、もう別人になっちゃうんでしょ。ブロリーさんを別人にしたいと思います。いけ、もうさっきの人と違う。垂れ目の優しそうなブロリーさんはどっかに行ってなんかちょっと若返った気がするね。強そう、スーパーサイヤ人ブロリーさんに変わったんだ。そういうことか。あれ、もしかしてあんまり強くないのかな。まあいっか、なんかかっこいいしね。やっぱりレベルがね2しか上がってないからそんなに強くないのかもね。でもリーダースキルは全属性のってやつだからまあまあいいよね、きっとリーダーの器ではあるよね。パッシブスキル、ターン開始時にアタック 30% アップ。ターン開始時の意味がちょっとわかんないんで、まあまあまあいっか、よし、これで私の中にまた SSR ちゃんが増えました。だけど未だに UR は2人しかいないんだな。そろそろね、なんか素敵なガシャで SSR でも引いてまた UR にできる日がいつか来ればいいなと思っております。ということで今日は苦労して手に入れたブロリーさんの独眼覚醒でございました。では次回またお会いしましょう。